はい、どうも、皆さん、こんにちは、浩平でございます。今回はですね、軽いね、感想動画になりますけれども、MTV Unplugged Presents、ラブライブスーパースター、リエラ、こちらのですね、ライブに2日間、参加してきました、アコースティックライブでございますね。いわゆる、こうね、バック、奏者っていうのかな、演奏する皆さんが生で演奏してくれて、そしてリエラの皆さんは、歌うことは歌うんですけども、踊るということは基本的にはなく、座ってこう着席をして、マイクでこうゆっくりと歌うといった本当におとなしめな感じのライブだったんですけども、こちらに2日間参加してきましたのでね、今回ですね、こちらの感想を、まあ、主に印象に残った部分っていうのを中心にね、お話ししていきたいなというふうに思います。はい、いや本当にね、予想のつかないことだらけでしたね。2時間のライブだったんですけども、すごくあっという間に感じました。はい。で、今回のですね、こちらのアコースティックライブに関しましては、基本的に、リエラファーストライブの、セットリストを、まあ、世襲して、まあ、世襲って言い方が正しいのかわかんないけど、要は受け継いだ形の、ライブになりますので、セットリスト一つ一つに関してはですね、細かくは、触れません。語りません。今回はですね、アコースティックライブということなんで、その特徴に残った、僕の中でね、印象に残ったその特徴だったりね、もう、ここいいなと思ったところを重点的に話していきたいなと思います。はい。まずはですね、今回ね、まあ、個人的に、まあ、すごくこの着席して、まあ、みんなそもそも着席してだったんですよ。アンコールパート以外は。はい。まあ、後で話しますけど、アンコールはね、もうね、みんなで暴れようって感じの、もうタイプだったので、もうみんなで立ってね、スタンディングアップして、まあ、鑑賞するタイプだったんですけれども、基本的には前半、アンコールまではですね、着席してみんなでこう、おとなしく、こう、曲を楽しもうっていう、ライブを楽しもうっていうものだったので、なんだろう。で、しかもリエラの皆さんも、こう、なんだろう、歌って踊りながら歌うというよりかは、本当におとなしく歌ってくれるって感じだったので、こうなんだろう、リエラのラブライブスーパースターのテレビアニメの歌詞、楽曲の歌詞の良さっていうのを再認識することができましたね。はい。これまではね、やっぱり歌って踊ってっていう状態のライブが当たり前だったので、こう、ね、パフォーマンスの良さだったり楽曲の良さっていうものを全体でね感じることができたんですけども、今回はですね、特にまあ、バック奏者の皆さんのまあ、音楽の素晴らしさっていうのものを体感しつつも、こうリエラの皆さんも気持ち曲をゆっくりめに歌ってくれるので、その例えばね、タイニースターズだったら、まあ僕ね、タイニースターズもすごい好きなんですけども、信じてるそれだけじゃ叶うわけないよっていう風に言ってたりとか、そういう歌詞の素晴らしさ、うん、そういったところを重点的に感じることができました。はい。ゆっくりやっぱりマイクでね、おとなしく歌ってくれることで、でしかも曲もそんな激しめではないので、どっちかっていうとね、マイク音量の方がボリューム高めだったのでね、本当にそこの素晴らしさ、ラブライブスーパースターの楽曲の歌詞はこれだけエモいんだよ、エモエモなんだよっていうところを再認識することができましたね。はい。コンサートとかそのね、歌って踊るライブだとね、なかなかそこのね、良さっていうのはね、あんまり感じることができませんでしたので、今回は歌詞っていうところにすごく焦点を当てて楽しむことが、まあ個人的には、できました。はい。まあね、基本的にはセットリストは本当にリエラファーストライブと同じようなもので、まあ途中で、ね、盛り上がったりするパートもございましたけれども、あとそう、途中ね、あれもカバー曲も、ね、一曲だけ、それぞれ2日間でセットリスト変えて、披露がされました。はい。まあ、びっくりしたのがね、1日目ですね。はい。1日目ね、まあ、僕、アリーナの前の方の席。で、2日目が、スタンドの最前列だったんですけども、1日目が特にびっくりしましたね。When We Wish Upon a Star。まあ、これはね、もうディズニーランドとかでよく流れております。ピノキオの、曲でございます。星に願いよの英語バージョン。歌詞が英文バージョンですね。はい。まあ、アメリカ本家で、すごく有名な、まあ、いわゆるミッキーマウスマーチと、並ぶぐらい有名なディズニーのもう超有名な曲でございます。星に願いよ。まあ、こちらがですね、リエラがカバーして、歌いました。はい。まさかディズニーの曲を歌うとは思わなかったんですけれども。そしてですね、二日目がですね、同じく星にまつわる歌、星巡りの歌という、これ宮沢賢治さんの、
作詞作曲した、まあ、いわゆる童謡みたいな歌でいいのかな。うん。まあ、宮沢賢治さんってね、有名な、まあ、銀河鉄道の夜とかでも有名な、もう本当に小説家ですから、まあ、作家って言った方がいいかな。まあ、要は童話とかをすごく作るのが、上手な方だったので、宮沢賢治さん。もうすでに亡くなられた、まあ、方ですけども、その方がね、まあ、作った星巡りの歌っていう、まあ、童謡のような歌って考えていいと思いますけども、まあね、どちらもすごく有名な曲とのことで、まあ、これはね、まあ、1日目が個人的にはすごく印象的だったかな。うん。星に願いよっていうのがやっぱりね、それこそ、リエラと同じようなスーパースターを目指してっていう意味ではね、結構合致してるなというふうに思いましたので、まあね、ディズニーテーマの曲とはいえど、リエラとね、ある意味共通する部分、共通する歌詞っていう、When We Wish Upon a Star っていうね、その部分もね、まさにね、リエラと同じような、ね、スーパースター目指してって意味では一致してますのでね、そういう風な曲の選び方をしたかっていうのでね、すごく驚きました。まあ、そしてね、そんな感じの、まあ、カバー曲も披露されつつ、まあね、そのまんま、まあ、ちょっとね、一部、リエラの歌は割愛とかされたりとかして、披露もされたんですけれども、いや、とにかくね、バンドの皆さんの曲の良さも相まって、おとなしめな感じなんだけど、基本的には。本当にね、歌詞の一つ一つを噛み締めながら聞くことができたんでね。そこはすごく良かったです。はい。めちゃくちゃ最高でしたね。まあ、そしてね、未来は風のようにまでの基本的なファーストライブと同じセットリストを、まあ、披露して、まあ、接収して、ね、受け継いで披露した後にはですね、アンコールパートが、まあ、行われたんですけども、まあ、こちらはね、まあ、てっきり僕もね、アンコールパートも座ってこう演奏するタイプなのかなと思ったら、これはですね、なんとライブパート、まあ、通常のね、歌って踊るタイプのものでございました。君空の衣装で2日間登場したんですけれども、まあ、これもね、びっくりしましたね、個人的には。うん、まさかライブパートがあるとは思わなくて、で、しかもみんな立っていいよ、みたいな感じの、ノリだったので、すごく楽しかったですね。うん。だから僕らは鳴らすんだ、とかもですね、披露されたり、始まりは君の空、も披露されて、そしてですね、まあみんな待ち望んでたデイワン、デイワンもまあ披露されたりとか、そしてシューティングボイス、この街で今君と、そして2日目に関しましては、ダンシングハート、ラッパッパッパ、ドリーミングエナジー。そしてラストにはですね、まあ、これは2日間共通で、この街で今君と、ね、神奈川県ではライブ、なかなかやってなかったので、写真撮りましょうって言って、単独公演としてね、まあ、行われた神奈川でのライブということで、記念撮影も行われました。まあ、思ったこととしてはね、もう先ほども言った通りでございます。今回のですね、ライブ、アコースティックライブということで、まるでテーマが今までとは、これまでのね、ライブとは違うということでね、まあ一週間後には大阪のライブも控えておりますけども、まあそちらはね、まあ今までのライブと同じような、まあ形のものとはなりますけども、逆になんかこうね、ライブラッシュが今後続くにあたって、こういうちょっと異なった世界観の異なったテーマのライブっていうのもいいなっていうふうにはすごく感じましたね。ライブのセットとかもね、見てても思いましたけれども、こうキャンプ場みたいなところでね、こうみんながおとなしく歌ってる、っていう世界観を屋外でこうねみんながゆったり歌ってるっていう世界観でまあやっぱりねライブが行われていたのでそういったところの良さっていうのもねより相まってねライブのステージからバックバンドの皆さんからそして座ってねみんなが歌ってるリエラの皆さんまあ5人がね歌ってるリエラの皆さんっていうのもまあ楽しむことができてすべて楽しかったです本当に皆さんはですね、今回のね、リエラのですね、初の生演奏ライブ、アコースティックライブ、MTV アンプラグで、思ったことなどあればね、感想などあれば、ぜひね、参加した方はコメントいただければなと思います。よろしくお願いします。もしですね、この動画がいいなと思う人、グッドボタン、高評価と、あとチャンネル登録もお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。